梅香です。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。今日はなんで一人かっていうと、3人にドッキリをかけようと思って、怒らせたら終わりなんですけど、内容がですね、質問しといて無視する、いきなりタメ口、 YouTube についてアドバイスする、パシリに使おうとする、クリモモちゃんのことをクリモモって呼ぶ、いきなり連射する、大人の悪口とか言ったりします。で、切れたら大人の方たちが入ってくるんですけど、それをやりたいと思います。ゆらりとアリアは怒らないと思うので、怒らせるターゲットはクリモモちゃんでいきたいと思います。ドッキリスタート。なんだかってどうやって座ってるか分かんないよ。すいません、ちょっとバッテリー。はい。クリモモ、クリモモ、クリモモこっち向いてて。ひめくんがさ、メイクしてるとき何してたの？なんか上でバドミントンとか自転車こいでるのも、さんが動画撮ってたっていう。ないなぁ、ひめくん待ってかった。待って、なんで待っててくれなかったの？しょうがないよ。なんかめっちゃ笑ってなかった？笑ってないよ。あの人、小林っていう人さ、社長なの、ピンクライターの。そうだよ。さっき、ここぶつかってきたの。わざと、絶対わざと。え、いちいち、ちょっと。え？めっちゃムカつく。え、その子めっちゃダメだよ。そこで控え室から、お茶も席で。やだ。言っちゃったもん。ひめこちゃんがヘアメイクに文句つけてるんだけど、なんて言ってあげたらいいと思う。ねえ、ちょっと絶対なんかクリモモちゃんのお母さんに言っちゃったじゃん。ちゃんと誤解取るから大丈夫だけど、いつもさ、ここでさ、待ちの時間話すじゃん、みんなで、ね、シーンだったから、なんか空気がおかしいって思って、え、なんだろうこれみたいな。なんかひめこにやけた後に急になんか性格ガラって変わったから、なんなんだろうって思って。私のさ、怒ったところ通ってたってことだよね。もっと激怒されると思った。さすがにそこまでにしないと。そこまで怖くないわ。謝らなくていいよ。本当に何も悪くないよ。小林さん、思ってないですよ。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。